皆様こんにちは、ピアニストの早川直子です。今年も、9月20日水曜日の7時から兵庫県立芸術文化センターにて、フォルテピアノリサイタルが行われます。今年もこのプレイルを運びまして演奏させていただきます。ぜひいらしてください。今年は、ボロネーズ州ということで、ショパンが生前に、出版しました1番から7番のボロネーズと、あともっと若い頃、10代の頃に作曲されましたボロネーズを演奏する予定です。ボロネーズ最初練習する前は全部弾くとちょっと重いプログラムになってしまうかなと心配してたんですけど、弾いてみると中間部とかにものすごく美しい旋律がたくさん出てくるので、なんかやっぱりショパンだなと。ショパンってすごく、心深くに迫ってくるような悲しい旋律とかも多いんですけど、なんていうか普段のショパンはすごく平和的で、すごく素朴で、少しこう田舎の人というか、ワルシャワってヨーロッパの中ではそんなに都会な方ではない小さな町なので、何かそういう素朴なこう自然と親しんでいるような人々という印象がいつもあるんですけど、そういう中で育ったショパンの本当に柔らかな優しい部分がその中間部にたくさん出てくるのがいつもすごく好きなところです。そして、今回東京で、7月29日に、モダンピアノでですけれども、ワルシャワで出会った友人小野沢ゆきほちゃんと一緒にデュオリサイタルもさせていただきます。そちらの方もぜひいらしていただけると嬉しいです。チケットあと残りわずかとなっておりますので、どうぞお急ぎください。彼女とも面白いエピソードがたくさんあるんですけど、そのワルシャワのショパン の、 ゆかりの地からフランスでショパンが住んだ家を全部一緒に巡ったりで、フランスの真ん中のノアンというジョルジュ・サンドというショパンの恋人の館まで一緒に彼女と行ったりもしまして、本当に珍道中で楽しく過ごさせてもらってます。いつもすごく面白いこと満載で、楽しく一緒に音楽の勉強してきた友人です。で、そちらはスタンウェイなのですけれども、いつもプレイルでショパンを弾いていて、でやっぱりプレイルで譜読みすると全然音楽の作り方がモダンピアノの時とはすごく変わるんですけど、その上でモダンピアノ上で表現する方法を今試行錯誤していますので、そんなところもちょっと普通とは違う演奏なところもあるかなと思うので、面白く聴いていただけるのではないかと思います。で、8月はまたイギリスに帰りまして、フィンチコックスミュージアムというところで、エラール1866年のエラールと、あとコンラート・グラフという、ウィーン式のピアノを使ったコンサートがあります。その他にもまたリンダ・ニコルソン先生のところでチェンバロや、タンデン・フルーゲルというタンジェントピアノですねや、クラビコード、それからバルターというそのオリジナルの楽器をたくさん所有されている先生なんですけど、その方にまたレッスンを春のように受けてくるので、
でその後の9月のリサイタルとなるので、また成長して、ブレゲルに向かい合いたいなと思っています。その特にその春にレッスンを受けた時に感じたのは、バルターももちろんあのワルターですね、イギリスはバルターって発音するんですけど、ウィンとかはワルターだと思いますけど、そちらももちろんすごく勉強になったんですけど、モーツァルトの時代の楽器で、なんかそれよりも意外とクラビコードがなんかすごくその後プレイルを弾くときにすごく役立っている感じがして、あのもっと鍵盤をガッと掴むような弾き方をしないといけないんですね、クラビコードって。そのいい音を出そうと思った時にちょうどいい塩梅の掴み方があるんですけど、で弾いた後もある程度それを力を維持しておかないといけないところが、もうモダンピアノと全く逆で、モダンピアノはもう瞬時にこう音をいかに離すか、あのリリースするかで綺麗な音が出るかどうかが変わってくるので、ちょっと鉄筋みたいな要素があると言いますか、そういうところがあるんですけど、クラビコードはずっとある程度その圧力を保持してると弦がピンと張って、あの音が良くなる、なんかちょうどいい塩梅が、それもなんか強すぎてもあんまりならないし、でなんか本当にその楽器にちょうど合った量をその場で探していかないといけないですけど、なんかそのちょっとつかむようなニュアンスがプレイエル上でもなぜか有効な感触がしまして、機構としてはそのプレイエルはイギリス式アクションで、あの打弦楽器なので、そのクラビコードのように弦にずっと触れている、ハンマーが触れているわけではないので、叩いた後っていうのは基本的には何もしなくていいんですけど、なんでしょうね、なぜか、他のフォルテピアノよりもクラビコードを弾くための手がなぜかプレイエルが弾きやすくなるという現象がありました。ちょっと私も勉強すると理由がわかるかもしれないんですけど、今はなぜかというところで、はい、あとはその、春はチェンバロのレッスンはもう本当にほんの少しだったんですけど、夏はもう少し深くチェンバロのレッスンを受けてみようと思っていまして、で家では常にチェンバロも時々弾くようにして勉強はしているんですけど、チェンバロの曲もあの夫がずっと聴いているので耳には入っているんですけど、なんかそのチェンバロもそうなんですけど、フォルテピアノっていうのはその指のタッチ、そのなんていうんですかね、鍵盤の中のタッチがやっぱりすごくもっと肌に密着するような感じがありまして、そのジャックがこうギギギギギってこの触れる時のその感触が指にちょっと伝わってくるんです。プレイエルは特にそうなんですけど、ね、その繊細なこのフィンガーチップスといってここの先っぽがより繊細になればなるほど、そのタッチのコントロールがしやすくなる楽器なんですね。でそれがモダンピアノになると、だから筋肉の使い方が実は全然違いまして、この同時期にあの弾くっていうのは結構大変、切り替えが大変で、フォルテピアノに戻った時にすっごく減らさないといけない、なんか重さとか筋肉があったりしまして、それも今あのいろいろ感じながら練習しています。そしてあのエラール、こちらにある楽器はエラールなんですけど、で夏にイギリスで弾くのも半分はエラールなんですけど、エラールもまた少しちょっとタッチが違うし、
音の質ももっと水のようと言いますか、で倍音 の, あの量ももうちょっとエラルの方が多くて、もっとペダルがいらないような感じのニュアンスになるんですね。でショパンは、イギリスに行ってた時はエラールとプレゲルとブロードウッドというイギリスのメーカーの楽器とあのメーカーさんから送られていて3台お家の中に所有していた状態だったんですけど、フランスにいる時は基本的にこの方と同じプレゲルでずっと作曲していたので、晩年持っていた楽器は本当にもうこれと同じサイズ同じ型のものだったっていうあのピアノ会社のなんかサインっていうか名簿みたいなものが残っているんですけど、そういうなんかピアノエラールとの違いを感じながら練習しながら、でも幻想ポロネーズもこのプレイルで作ったはずなのですけど、これエラールで作ったのかなって時々感じるような部分もあったりしまして、よく他の場所でも弾いていたのではないかなと感じました。